史上やはり脅威は大規模な遠征軍を起こしたようだ。ま、当該たちがいるからそっちは大丈夫だろう。俺たちはこっちでやることがある。史上いい顔をするようになったな。果汁殿、それ以上はいいんだ。元気義弟僧帽は葬儀の志である乱世の収束を目指していない。自分の保身を考えていたずらに内乱を起こしている。このままではいずれまた乱世に逆戻りだ。先人たちが築き上げたものが無になってしまう。これから決闘のみが拠り所となった葬儀を潰す。四条殿、俺の手で乱世を終わらせるため僧帽を撃つ。義元気を撃つ。葬儀を終焉に導く。もう戻れはしない。僧帽様がさっきの乱を後押ししてたらしいぞ。この戦、芝家に大義があるんじゃないか。だが俺たちだけ離反したところでな。もっと仲間が集まれば望みも出てくるが。僧帽様はどうにも信用できないな。こうなったら腹を決めるか。これ以上僧帽様の下では戦えない。俺は芝生様についていくぞ。何？離反者が続出だと？まあ僧帽様じゃ無理もない。俺も願えるか。
だいぶ離反者が集まったな。よし、我らはこれより芝家に着くぞ。役目は果たせたみたい。元気、お前強いよな。聖祭と聖祭、二人を探し出し引きずり戻すか。敵の兵の数は侮れない。詰将を抑えて味方の増員を図るべきね。攻撃は許さんぞ、逆賊ども。耐えられる。邪魔だ。やるな。無能でないのは何にも勝る。命ばかりはお助けを。お探しの人でしたらあっちに。天命、敵が詰所を制圧しました。付近に多くの兵を配置したようです。お仕置きよ。聖祭殿は我らの味方についてもらう。邪魔立てするならば私が相手になるぞ。私はもとより芝家の味方です。ご指示とあらば味方とも戦いましょう。邪魔なのよ。けたぞ逆賊、覚悟せよ。お待ちください。白状します。お探しの人はあそこにいるはずです。
しまったか。相手が帝であろうと戦うしかないな。こちらに引き入れられたか。そのまま敵に当たらせれば。役目は果たせたみたい。元気、お前強いよな。伝令、敵が詰所を制圧しました。付近に多くの兵を配置したようです。詰所を一箇所制圧いたしました。いい知らせね。けどまだまだ気は抜けない。伝令、敵が詰所を制圧しました。付近に多くの兵を配置したようです。一族の暴挙、断じて許せぬ。我が命に代えても逆賊を討つ。本性を表したな、逆賊め。この機に芝一族を皆殺しにしてくれる。この子を勝丹様をそそのかしたのは双方様だ。家臣を捨て駒になさるだけ。総合様のせいで諸葛丹様が許せぬ。我らはしばしに味方するぞ。耐えられる。詰所を制圧したぞ。伝令、2カ所目の詰所の制圧に成功。順調に進んでいるみたい。この勢いであと1カ所制圧しないと。
所を制圧したぞ。申し上げます、3箇所の詰め所を全て制圧いたしました。お疲れ様。これで少しは楽になるはず。あとは四条殿の覚悟次第だけど。役目は果たせたみたい。元気、お前すごいよな。することもできぬとは。陛下、お許しを。人が逆賊どもめ、地に刃を向けると断じて許さぬぞ。耐えられる。もう帝に勝ち目はない。願えるならば今のうちだぞ。耐えられる。島に逆らうなんて無謀だったんだ。このまま無駄死にするのはごめんだ。耐えられる。真に備えがないと。客賊どもへ一斉に行かけよ。陛下はご無事か。この身に変えてもお守りいたしますぞ。耐えられる。芝一族、この疲労深く歴史に刻まれるであろう。陛下を支持したもの、耐えられる。俺の胸にも刻みましょう。これでそうだ。邪魔なのね。真に近づくな、しましょう。貴様は何をしようとしているのか、分かっているのか。分かっていますよ。お別れです、陛下。ゲロ、陣に近づくな。やめろ、やめ。ゲロ、陣に近づくな。やめろ、やめ。重いな。そうね、でもまだ終わりではない。あなたはこれからもっと重いものを背負うはず。ああ、もし重すぎるのなら
私も背負う。だからいつも通りのお前の叱咤が今の俺にはありがたい。元気、ありがとな。これからもそばにいてくれるか。そんなセリフを今言うなんてずるい。紹介か。お疲れさん。ショクとの戦はどうだった？東洋にて大勝利を収めましたよ。まあ私がいれば当然の結果ですが、もうショクは虫の息です。今なら生徒まで容易に攻め込めるのでは。ああ、義も語も職もいつの間にか古くなってたってことか。紹介、諸将に天水へ向かうよう伝えてくれ。承知しましたよ。